はい、おはようございます。竹下敦です。今日8月17日はね、私が、とても去年弱ってる時にね、たくさん助けてくれた、竹村沙織さんという方がいらっしゃいます。ご高齢で当時80近かったんじゃないかと思います、その方にね本当に大変によくしてくださいました、いろんなことにね迷っていてとにかく自分に自信がなくてそんな時にね大丈夫、あなたにはね何かを成し遂げる力がある、そういうふうにねいつも勇気づけてくれました、その頃ちょうどね料理がね少しずつ自分で作れるようになってで自分が作ったカレーをね、竹村さんのところに持って行ってそれを食べてくれるのも嬉しくてねでちょうどあれは8月16日の夜ですね。いつもマンションのね入り口でぼんやりと星を見てるのが好きな人でどうしてるかなと思ってアイスコーヒーの好きな人だったんでアイスコーヒーを持ってねマンションの前に行ったんですけどいないんですよ。でマンションの3階に住んでらっしゃったんで3階まで上がって「さゆりさん大丈夫？」って聞いたんだけど声が返ってこなかったんですね。ああもう寝ちゃったのかなと思ってそのまま帰宅しました。で翌日の朝になってまたさゆりさんのねマンションの前に行ったんですがやはりね姿が見かけないんですよ。でこれは何かおかしいなと思って失礼3階のねマンションの部屋まで行きましてノックをしましたが返事がない。これなんか嫌な予感がしましてねさゆりさんドア開けるよって言ってドア開けたんですよ。そしたらそこにね倒れてるさゆりさんがいました。もうね亡くなってました。後悔しましたね。前の日の夜にねなんでさゆりさんを助けることができなかったかねと後悔しました。で僕が第一発見者になったんですが悔しかったですね。とても大切な人でした。お父さんが映画監督で、お母さんが女優さんで、さゆりさんは、息子さんはいらっしゃったんですが息子さんも大変、方で、ただボケてるのかボケてないのかよくわからない人でね、僕にね、私はあなたと大して年がかからないんだから、私ともっともね近しくなってもいいんじゃないのって言うんですよ。でもどう見てもね80近いおばあさんなんですよ。でもね素敵な人でね、ある時ね、うちの家の前に立っててしょんぼりしてたんですよ。そしたらなんかうち泥棒に入られちゃったみたいなのっていうんで、ああじゃあ大変だからって一緒にマンションまで行ったんですよ。で、何が盗まれたのって聞いたら、お金がないのって言うから、いやそれはもう明らかに泥棒に入られたでしょ。でお巡りさんを呼びましてね、警察の方を。で2人でこうお巡りさん待っていて、まあ、お巡りさんがやってくるわけですよ。でお巡りさんが入ってくるのにね、さゆりさんがね、お巡りさん犯人はこいつですって俺に言うんですよ。ふざけんなこのクソバは、俺が助けたんだろうって言ったら、警察官の方がね、ちょい竹下さん、あのおばあちゃんはボケてますよねって言うから、いやボケてるようでボケてないような、ちょっとよくわかんないんですよねって言ったら、ちょっと僕らの手に負えないんで、竹下さんこれから竹村さんの面倒を見てやってくれませんかって言われて、いや警察のことでねできないことはちょっとね私たちもできないなと思ったんですが、ここら辺はね、玉積地区っていうのは玉川警察という轟の方にございます警察署なんです。ですからねちょっと距離があるんですよ。なのでなかなかまあ見回りに来ることもねできない。なのでね、竹村さんの面倒をね、まあ、声をかけてあげたり、ちょっとね食事を、あんまり食事料理の得意な人じゃなかったんで、僕も得意じゃないですけど、まあ僕が作ってくれたカレーをね食べてくれるととっても嬉しかったり、そしてよくねアイスコーヒーを一緒に飲みました。そしてねお金も借りたことがありました。で僕がねその金をきっちり返すでしょう。そうすると「ああ自分はね貸した覚えなんてない」って言うんですよ。でもね俺はさゆりさんに借りたからここにお金置いとくよって言うんですけど、あなたも変な人ね、借りてもないお金を返すっていうのはあんたも人がいいわねって言うんですけどね、なんとも言えないすごく粋な方でしたね。去年の夏はね暑かったです。でもね今年は本当に暑いなと思った日は皆さんないんじゃないですか。年までね生きていれば小百合さんももうちょっと長生きできたのかなとも思いますし、でも去年亡くなられたからそれはそれで幸せだったのかなと思ったりします、そんなことを思いながらね、今日一日、なんとなく小百合さんのことを思い出しながら過ごしたいと思います、彼女はすごく笑顔が素敵だったんでね、僕もその時は泣きましたよ。でもね、1年経って笑ってね、一周忌っていうのが、一周忌をね、一日笑顔で過ごしたいと思います。ちょっと個人的な話でね、つまんないかもしれないけど、それではまた次回の動画でお会いしましょう。See you soon です。